ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がランドローバーディフェンダー X ダイナミック SE00 ブラックエディション90と110、こちらの2台をご紹介させていただきます。はい、覚えられないです。長いですよね。今回は比較ということで、はい、限定車の90と110のご紹介ということで、ちょっとせっかく90と110が揃ったので、しかも同じグレードなので、そんなことあるんですね。そうですね、まあ、東京店でずっとディフェンダーちょっと探してたんですよ。やっぱ人気の車でもあって、在庫で置きたい中で、たまたまタイミングよく2台揃いましたので。しかも数の少ない限定車って、はい、本当に最近人気ですね。いや、めちゃくちゃ人気ですよね。著名人の方とか、はい、あと芸能人の方なんかも結構乗られてたりとか、はい、非常に人気の車なので、詳しく今回比較でご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず順番にご紹介させていただくと、こちらの90の方が、はい、2021年式、走行距離が2950キロ、はい、こちら30台限定の、そうなんです、はい、うちの1台ということ で、はい、でこちらが110、こちらも同じく、はい、まあ、当然ですね、同じ限定車なんで、はい、2021年式の走行距離が50キロということで、もうほぼ新古っていう感じですか、ね。はい、まあ、記載上50キロなんですけども、実際今現状はもっと少ないです。ただまあ、いろいろ手続きしていく中で、まあ、整備して試運転なんかも兼ねるので、ちょっと多めに記載はしてます。でこちらの方が150台限定ということ で、はい、でこれ限定の内容を調べたら、なんか日本発信の、そうです、日本独自の限定車ということで、はい、まあ、限定車というよりかは特別仕様車に近いような、うん、そうですね、そんな感じの内容になっているみたいです。はい、でいろいろ限定のその独特なところというか、はい、内容、特別装備があるんです。でまずボディカラーがサントリーニブラック、これ定番といえば定番ですけど、そうですね、はい、両方こちらの黒、他のランドローバーの車種なんかでもよく使われているですよね。はい、でこれでもうほぼ真っ黒ということで。そうなんですよ、もう真っ黒、名前の通り真っ黒です。結構他のグレードだったりするとシルバーが使われたりとか、はい、ツートンなったりなんかしますけれども、本当に真っ黒ですよね、両方とも真っ黒ですね。はい、でよく見ると、はい、この辺のパーツとかはボディ同色ではないんですね。はい、同色ではないです。こちらはピアノブラックになってて、他のこっちのバンパーとかボンネットに関してはこのメタリックのペイントになっていると。はい、そうです。ただ遠目で見るとほぼ真っ黒なんで、ほぼ真っ黒です。この威圧感と塊感がすごいですよ。はい、でヘッドライトなんかもいい方の LED のヘッドライトが両方標準でついて、はい、で価格帯調べたら500万円台後半ぐらいから本当にベースの何もついてないのだったら購入できるってことなんですけど、もうオプションもりもりで結構な金額になってるんです。はい、そうですね。でもちろんこちらもオプションもりもりということ、はい、であとは今回比較ってことなんですけど、基本的にエクステリアに関してはほぼ一緒というか、はい、仕様はまあまあほぼほぼ同じになるので、まあまあ車体のこの大きさの違いでどういう違いがあるかとか、そのあたりちょっとお見せできたらいいのかなと。あと長さの方がやっぱり110、はい、90で違うみたいで、はい、435mm、はい、でその 435mm のほぼ全てがこのホイールベースで違ってくるということなんで、ほぼキャビンのその違いかなと。そうですね、キャビンの部分、はい、なんで早速その辺を見ていきたいんですけれども、どうしましょう、真ん中からじゃあ撮っていただいて、はい、でボンネットなんかも見ていくと、ちょうどこの島板鋼板みたいなちょっとデザインになってますけど、はい、この辺もボディ同色じゃないんですよね。そうなんですよ、普通のピアノブラックというか黒ですね。なんかこう先代とまるでこうガラッと違うデザインになったかなと思いきや、割とこうイメージは、はい、引き継いでるものがあったりだとか、うん、投資をしているものがあったりして、ね、まあ、いろんなところ、こういうところとか、あとヘッドライトなんかもそうですし、全体的なシルエット、うん、あと特にリア周りのデザインなんかは、はい、思いっきり先代を引き継いで、うん、ただ中身が全然違うんですよ。そうですね。でちょっとこう見ていくと、まあ、足元なんかも全部ちょっとタイヤ逆に来ちゃってて見えづらいですけど、そうですね、こちらも限定の20インチ、はい、スタイル60116スポークのグロスブラックのホイール、はい、これ20インチですかね。20インチです。こちらが両方とも、まあ、ボディその長くか長くないかの違いなんで、まあ、履いてるサイズなんかもブレーキも足回りも全く一緒ということ で、はい、でこちら限定車になるとエアサスペンションも標準ということで、はい、これすごいんですよね。いやそうです、はい、実はアリーナ店の方で110は一度ご紹介させていただいたんですよ。はい、でそれが HSE だったか SE だったかちょっと忘れちゃったんですけど、それも SEエアサスペンションを装着車両で、はい、なんとこのエアサスペンションの方がマックス145ミリアップ、はい、でダウンの方はマイナス40ミリダウンということで、振れ幅で言うと大体20センチぐらい、18センチちょっとぐらい上げ下げできちゃう。何でしたっけ、何かの動画で、まあ、僕がランドローバーの、インストラクターを
やった動画をちょっとインサートで入れてもらったと思うんですけど、あれでも多分、まあ、あの時確か車種ディスカバリーですけども、ランドローバー系のこのストローク量の長さっていうのは多分ご覧いただけるかと思います、まあ、SUV しか作ってないメーカーさんそうです、はい、その中で特に一番このオフロードに振ったモデル、うん、やっぱりこの足元だけでもただのことじゃないのと、はい、で動きも速いんですよね。速いです。なのでちょっとこの辺は後で見てみたいと思います、はい、であとはまあ全体的なこのフェンダーなんかもよく見るとこうすごく出っ張ってる、うん、そうですね。あの2ピースゲレンデみたいにこう2ピースでフェンダーだけ別のパーツになってたりしないんで、はい、まあ、この出っ張りが分かりにくかったりするんですけど、うん、実写見ると結構出てますね。そうですね、はい、このぐらい結構膨らみありますよね、はい、そしてフェンダーなんかにもこの辺のアクセントが追記されると、はい、あとは、もうオフロード本気の車なんで一応水深90センチまで OK ということで、おやってみたいですね。で90センチって言われてもあんまりピンとこなかったんですよ。で写真見たらだいたいホイールの一番上、はい、ここぐらいまでいけるみたいですよ。はいはいはい、うん、ということはもうドアは完全に使っちゃってますよ。そうですね、はい、でも最近のあの豪雨なんかで、うん、道路が浸水してても行けちゃうっていう、行けちゃう仕様ですね。まあ、もともと山だったりだとか、うん、オフロードで本気の車なんで、まあ、その辺も行けちゃう。ただ90センチって分かんないじゃないですかそれがこのミラーの下の超音波センサーでちゃんと水面の高さを測ってるという、あ、そんな機能あるんですか。らしいです、なんで実際にこう90センチ以上行きそうになるとちゃんと警告してくれると、そんな機能もついてるみたいなので、あ、本当にガチンコでオフロードに使える。あとは横だいぶ違いますね、やっぱり。そうですね、このホイールベースのところなんですけど、はい、もう2台こうやって並べても明らかに40センチホイールベースが長いということで、はい、これ今引いて撮ってもらうと分かりやすいんじゃないかな、うん、でそれの関係で、まあ、当然ドアも2枚と4枚ですし、はい、あとドアのサイズがやっぱり全然違いますね。違いますね、はい、でこれいわゆる、まあ、普通のセダンみたいな形の車で言ったらクーペな感じなんで、はい、まずドアがでかい。でかいっす、はい、でこれ外から見てもでかいんですけど、開けるともっとでかさ分かりますよねドアでかいっす、ね、ここがなんかこう継ぎ足された感が、はい、でかい、こんなドアがついてる。これはすごいですね。ちょっとこう開くのに横幅気にしますね。確かにちょっと駐車スペースなんかも狭いとちょっと開ききらないかな、うん、その点ワンテンだと、まあ、いわゆるスタンダードな SUV のスタイリングなんで、はいはい、まあ、標準なこんな感じの、まあ、それでもでかいですけどね。うん、そうですね。こんな感じの使い勝手が違いがあるのか、はい、ディフェンダーってあれですね、やっぱ全体的にシルエットが四角いのもあってか、なんかいろんなとこが面面面面って感じですね。確かにあの曲線というよりか面のこう組み合わさってるデザインそうですね。あと大きな違いで言うとステップのありなしということで、はい、でこちらの方がなんか購入時のこのショートの90のこの00ブラックエディションの、購入者の新車時の先着オプションで、まあ、希望者が選択できたので、このステップとあと純正のドラレコがセットで販売されたようで、これいいっすね。まああった方がいいですよね。ちょっと下見で乗らせてもらったんですけど、はい、まず乗り込みやすい、はい、だとはもちろんその取って付けた感はあるんですけど、うん、そのボディのデザインにちゃんと純正なんで馴染んでるんで、はい、なんかこうアフターパーツこう付けましたっていう感じはちゃんとオプションがこう付いてるっていう感じで、そうですね、かなり乗り込みやすくもなってるんだと、うん、でこれの辺の関係でその下回りのアングル、アプローチアングルというか、はい、その下回りのいける角度が多分これで若干少なくなってるんじゃないかな、うん、ただそれでも十分ですけどね。うん、十分ですね。それよりもあった方が乗りよりのことを考えたら、あとはもともとショートホイールベースなんで、はい、まあ、その分このワンテンよりその辺の角度が稼げるみたいなので、うん、はい、まあ、この辺がついております。で一方このワンテンの方は、はい、ついてないと。ないです、はい、なんでちょっとこの乗り込み違いが出てくると思いますので、これ内装で見てみたいと、はい、ただアフターでもあるんですよね、ワンテン。はい、そうですね。あとは電動のサイドステップなんかもあると思いますので、はい、その辺組み合わせていただけるといいのかなと。あとは先ほど触れましたそのボディの長さですよね、はい、まあワンテンは長いという長いですね、はい、ただこの先130もう間もなくこう入ってくるということでどんだけでかくなるんだって感じですけど、あれ写真で見ましたけど相当後ろ長いですよね。もう本当にロング、はい、でこれでもあの7人乗りの設定もあるんですよね、はい、5プラス2ということ で、はい、でこれでもでかいんですけどさらにでかいのもあるということで、これも十分でかいんですけどこっちになると、はい、
これもでも7人乗れます。あ、これ7人乗りなんだ。はい、これ7人乗りです。後ろ確か今畳んでたと、ね、はい。でこちら一方90の方は可愛い、可愛いです、はい、あのごついし見た目いかついんだけど、うん、横から見ると、うん、途端に可愛いそうですね。なんかあのラングラーのショートとか、はい、ゲレンデのショートみたいな、ちょっと可愛さもちょっと持ち合わせてる。そうですね。あとは内装気になるその居住性なんか、はいはい、この後見てみたいと。そしてあと後ろのデザインに関しては、はい、ほぼ一緒、まあそうですね、はい、というか全く一緒と言っても過言でない、はい、まあ、ルーフレールがあるいなし、はい、まあ、その辺の違いな感じで背面タイヤだったりだとか、はい、あと後ろのバンパーデザインなんかも、あとはツンデレエンジンが違う関係でマフラーがちょっと違うのかなっていう、はい、そんな感じですよね、はい、でこの辺のパーツなんかもこれ本気なんですよね。本気ですよね、むき出し。牽引の能力的には 3.5 トンぐらいまでいけちゃうというすごいですね。であのトレーラー、ジェットスキーとか あれだと750キロぐらいまでなんですけどもうガチンコで、まあ、オプションであのウインチもあるぐらいの車なんで、はい、まあ、この辺なんかもなんちゃってじゃなくて本気で使える、この辺なんかもしっかりついてくると、はい、こんな感じになっております。じゃあ続いて内装も見てみたいと思います、はい、じゃあこっちのワンテンの方から、はい、まあ、基本的に同じ限定車ということで、はい、その長い部分以外は、はい、ほぼ同じ仕様ということで、インテリアの方がエボニーダイナミカスウェードクロス&スチールカットプレミアムテキスタイルシート。そうです、はい、もう舌をかみちぎりそうなまあ要はあの人工のスウェード調のシートと、あとはレザーのシートですかね、はい、レザー調のシートかな。そうですね、はい、こちらのシートになってると。内装も黒一色で、はい、かなり落ち着いた感じで、そうですね、これ乗りやすいかな、はい、あとダッシュボードのデザインなんかも、はい、もう伝統の水平基調で、はい、まあ、この辺なんかもちょっと正直価格帯で言うと実用性に振ったなっていう、はい、1000万円超えてくるわけじゃないですか、はい、そうするともっと豪華な内装の、はい、この辺の車もなくはないじゃないですか、はい、そうするとやっぱり別のところに多分お金かかってんだなということで、うん、そうですね、こんな感じの。そしてモニターの方が、10インチ、はい、タッチスクリーンのカープレイ付きのモニターと、はい、で機能的なものも結構そこに詰め込まれているということで、はい、360度のカメラだとか、はい、まあ、その辺なんかもちょっとこれ試乗の時に確認してみたいと思います、はい、で装備的なものもテレインレスポンス2ヒルディセント、オールテレインプログレスコントロール、これあれステーリング操作するだけで沼地わだちなんかもいけちゃいますよね。おー、そうですね、はい、そんな感じです。あと限定車の、装備としてラバーのマットと、はい、あとこれメリディアンの標準の方ですかね。はい、これ標準の方です、通常のスピーカー10個とサブウーファー1個、はい、の 400W のサウンドシステム、こちらの方なんかも限定車ということで標準でついてきます、はい、じゃあ続いてこちらの90の方、はい、内装乗ってみたいと思います。よいしょ、でかいドアを開けていただいて、はい、これでかいですね本当にそしてステップがあるんで、はい、これだいぶ乗りやすいかなと。いや、いいっすね、今標準の車高ですよね。いや、アクセスモードじゃないですか。アクセスモードでこれ今下がってる状態、はい、そうですね、で大体こう膝ぐらいですかね僕、はい、ただ乗り込みやすい、やっぱりステップがあるんで、はい、そして開口部が大きいんでこの運転席助手席がかなり乗りやすいかなと、はい、でシートの方が12ウェイの、はい、シートヒーター付きですよね、はい、こちらのシートになってて割とフラットなんですけど背中はこのサポートが結構張り出してるんで、うん、だいぶいいです。なんか硬くなくいいですよね。で素材もだいぶいいです。もちろんそのすごく高級感ある感じではないですけど、このパンチングとあとこの柔らかめのクッションがかなりいいです。そしてステアリングの方はこんな感じでもうランドローバーって感じのちょっと大きめのステアリング、はい、ステアリングヒーターなんかもついてるということで、はい、まあ、快適性も間違いないかな。そしてメーターの方は約12インチのフル液晶のタイプかけちゃいます、はい、約12インチのこちらのフル液晶のタイプで、まあ、表示に関してもこんな感じでいろいろ変えられると。今ドアが開いちゃってます。こんな感じでナビも表示できますし、その他メディアだったりだとかその辺の車の情報関係も変えられると。そしてレバー類もこんな感じでもう定番ですよね。ちょっとデザインは他のレンジと違ったりしますけど、そしてあとは全体的に水平基調のダッシュボードなんでこのダッシュボードの凹凸がなくて非常に見やすいです。そしてこちらのナビクライメート関係に関してはこれモード切り替えとあと風量切り替えがこのエアコンの表示と兼ねてるんです、はい、でこれを押してもらえば
例のそのテレインレスポンスモード切り替えと、あとはこっち下を押すと風量切り替えに変わると。で90の方はデュアルゾーンということで、はい、基本的に運転席助手席で後ろに関しては、吹き出し口のみのエアコンになっている、はい、そしてモニター関係もこれ結構いいですよね。モニターの質感も、うん、あの解像度も、はい、そして360度もこれすごいですよね、はい、こんな感じで細かくこれすごいなっていう。これはあこれも一応ついてるんですね。このあこれでも細かくできる感じではないのか、なんとなくって感じですね。グイングイン動くやつだけあるじゃないですか。こんな感じじゃないですけど、まあこのサイズなんであんまりこう取り回しは困ることはないと思うんですけど、あのオフロードでこれが活躍するっていう、要はブラインド側のタイホイールがちゃんと乗っかってるかどうかとかそういうのも見れちゃうという、こんなのもついております。そしてあとは、ホームページも出てたんですけど充電が1人1つ、はい、ちゃんと全部ついてるということで、はい、ここにもついてて、ここにもついてて、ここにもついてて、後ろの席にも全部ついてるということで、はい、あの充電の取り合いにならないという優しさ設計。そうですね。そしてあとは収納関係も、欧州車結構、うん、収納がない、はい、だいたい言われちゃいますけど、ドリンクホルダーもそうだし、この下の小物入れもそうだし、まあ、こういったちょっとしたところにも物が置けるようになってる、はい、あとはモニターの裏側にもスペースがあったりするんで、なんか本当にギア、なんかあれですよね、なんかあんま物を置きたくない気持ちもあるんですけど、そんだけあるとなんか置きたいなってなっちゃいますよね。これなんか乱雑に置いててもなんか絵になる。はい、そのぐらいなんか道具としてすごく使える感じがします。はい、そしてペダル関係に関してはほぼドセンターですかね。そうですね、変な癖はないです。はい、でフットレスがでかい、うん、でペダルの向きがあさっての方向を向いてるとかないんで、割とただアクセルペダル結構ちっちゃいですね。あ、そして上から生えてるやつなんですね。はい、まあ、この辺はもしかしたらあのごっついブーストが入ってても操作できるようになってるかもしれないですけど、もう割と自然だし乗りやすい感じはします。そして天井関係はこのファブリック、はい、このルーフに関しても黒のファブリック、これワンテンも一緒ですよね。はい、でバイザーに関してはこのビニールの大きいタイプ、こんな感じで。ただこれはちょっと必要なのかもしれないですけど、いただけないですね。これこれしかもシールじゃなくてプリントされてるというこちらのバイザー。そしてルームミラーに関してはこの枠のないタイプ、あとはパノラマがついてて、はい、この布のタイプのシェードですよね。はい、こちらもついております。こっちか、こんな感じ。でかー、パノラマでかいですよね。これいいっすね、こんな感じで。そして最近珍しいサングラスホルダーです。であと思ったのはあのしっかりしてる。あー、ルーフがどことは言わないですけど、結構こうルーフボヨンボヨンしてる輸入車も少なくないじゃないですか。そんな中もうとにかくデザインとかその素材感に関してはなんかこう割とこうなんていうんだろう、高級というよりかはちょっとこうしっかり作ったプラスチック系の内装ですけど、とにかくしっかりしてる。あの某あのアメリカの車乗った時にここがもうグイングインになっちゃうやつとかルーフがボヨンボヨンになってるなったんですけど、とにかく内装の作りがすっごいしっかりしてる。すごいですね、いろんなとこボルトがもうむき出しで、うん、でもあのもちろん質感に関してはそのチープっていうのもあれだけど、その道具感あるんですけど、こういうところもすっごいしっかりしてる作りが、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて後ろの席、こちらの90の方を見てみたいと思います。はい、結構これがなんか乗り込みづらい一部で言われてるとか、うん、一部では。はい、でこれ倒すのもついてるんですけど、ここの影に、はい、スイッチありますよね。スイッチあるんでちょっと押してもらうとあと自動ですかね。はい、一番前まで行くと、そうするとここがもうだいたい20センチぐらい取れるんで、はい、それプラスでこうリクライニングすれば割とスポーツカーのリアより全然乗り込みやすいかな、うん、僕はそんなに乗り込みにくい、まあ、体はそんな大きくないですけど乗りにくいって印象はなかったですけど、ね、うん、僕らスーパーカースポーツカーで鍛えられすぎてるんですよ、ね、狭い乗りにくい車に2ドア紹介する機会多いですから、ね、そうですね、はい、それからするとだいぶこう、うん、いけちゃうんじゃないのっていう。そうですね、コデブが乗り込んでみたいと思います。
全然余裕です。そして後ろ広い。広いですよね。広い。いや僕もびっくりしたんです。90この90ってショートボディじゃないですか。なんで狭いのかなと思ったら後ろ広いんですよね。めちゃくちゃ広いです。後ろ頑張れば本当に足組めるぐらい。後ろの席もそんなに下げてあるわけじゃないんですけど、頑張ったら足組めるぐらい広いです。しっかり座れば本当に拳2つぐらい、うん、そして後ろにもしっかり充電、シガーソケットとタイプ C が2個ずつついてて、吹き出しがついてて、でこっちにもドリンクホルダー&アームレストがあるんですけど、なんと足元にもドリンクホルダーがちゃんとついてるということで。ただ難点はあの外が見えない。あまあそうですね、ここでこの移動なんで、あの開けたりもできないですし、はい、外がほぼ見えない。ただ上に関してはちょっと見える。そうです、ちょっと上が見える。ちょっとだけ見えるこんな感じで。でランプなんかもしっかりついてて、座った感じもちょっとあのベンチ感は少しあります。ちょっと沈み込むわけじゃないですし、リクライニングの角度もそんなに十分っていう感じではないですけど、この広さはあの全然大人が長距離乗っても大丈夫だなって。変な話あれですよね、セダンタイプの車より広かったりするかもしれないですね。あもしかしたらここで言ったら広いかもしれない。あと床がだいぶ高いっすね。うん、それなんか前がちゃんと見えるようにそういう設計になってるらしいですけど、あの乗り込んでも本当にすっごく見晴らしがいい。あでパノラマがついてるんで、こう閉塞感というか閉じ込められてる感はあんまりないっす、ね。だこれ大人4人5人はあれかもしれないですけど、あの家族で使ってあの4人で乗りますとか、大人4人で移動することもあるんですっていう方にも、まあ、全然十分なサイズ感じゃなかろうかと思います。じゃあ続いてこちらワンテンの方は池田君の方からレビューしてもらいたいと思います。はい、まあ、当然ワンテン40センチ長い分、乗り込みやすさと後ろのスペースに関しては圧倒的にこっちの勝ちだと思うんですけど、いかがでしょうか。めちゃくちゃシートいいですねいいよねこれ ね、はい、びっくりするよね乗ると、まあ、まだちょっと距離も走ってないんで張りもありますけど、すごい体しっくりくる感じですね。確かにちょっとベンチ感はありますけど広い。そしてスペースの方も本当に十分、はい、ただこの足元のスペースに関してはそんなにこう40センチの差が見出せるほど変わらない気がします。ただどうしてもその開口部と、あと全体的な空間の広さで言ったら、はい、圧倒的にワンテンの勝ちだなって、うん、はい、あと装備がちょっと豪華なんですよね。そうですね、ここにもなんかいろいろ、これはあれか、多分モニターオプションで追加するやつのステーの穴と USB じゃなかろうかと。そしてワンテンの方も1人、はい、人充電ございます。ついてて、エアコンが4ゾーンになるんですね。これ4ゾーンになりそうですね。なんで圧倒的なその後ろの快適性で言ったら、はい、ワンテンの方かなと。ワンテンですね。で、アームレスト倒すと同じようにドリンクホルダーも出てきて、はい、そうですね。でシートも64で倒せると、はい、確かに横窓があるから後席は確かにワンテンの方が快適かもしれないですね。こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて90の方のトランク見てみたいと思います。はい、90はソフトクローズもついてるんですね。はい、いいですね。やっぱり背面タイヤついてると重たいんで、うん、重いですね。まあ、この辺ついてるとありがたいかな、はい、そしてトランクは正直もうちょっと欲しかったなと、はい、ただこのホイールベストサイズであれば致し方ないんですけど、はい、こんな感じのあれですかね、国産コンパクトミニバンというか、 あのぐらいのなんか、まあそうですね、サイズ感じゃないですか、はい、ただ日常使いに関してはもう全然ちょっと買い物行ったりとか、うん、まあ、あとシートも倒せますしね、はい、全然いいんじゃないかなと。そしてあとはここで車高の上げ下げもできるんで、はい、早い、うん、すごいですね。まあ、数十センチ下げられるということで、この高さに関しても問題ないかなと、はい、そしてこの下がこんな感じで、はい、車載工具が少しだけ入っていると、はい、こんな感じの仕様になっております。なんでゴルフ行ったりだとか、あとキャンプ、その辺はやっぱり座席倒して、うん、倒していただいて、はい、いただいて利用する必要があるのかなと。そシートの背面もあれですよね、倒してもこう、なるほど、はい、確かにモケットだとこうガサガサになっちゃったりだとか、そうそうです、はい、まあ、扱いにちょっと困っちゃうところなんかもあるかもしれないですけど、こちらの場合だとこのプラスチックというか硬いゴムかな、はい、こちらの素材なんで、この辺なんかも
そしてセンターがこうスルーになるんで、長物も意外にいけちゃうということで、使い勝手は抜群じゃなかろうかと思います。じゃあ続いてワンテンの方のランク見てみたいと思います。はい、ワンテンの方もソフトクローズもついてて、ワンテンだとやっぱり広い。広いですね、奥行きが。これだったら多分ゴルフバッグとか、うん、あとキャンプなんかも人も乗って道具も積んでっていう使い方はこっちできるから、はい、でこちらの場合は5プラス2ということで、はい、7人乗り今格納されてますけど、はい、このマットの下に、ね、そうですね、もう本当ちょっと補助的な感じになりますけど、はい、こんな感じに。で同じく車高の上げ下げスイッチなんかも左の方についてますんで、はい、まあ、使い勝手に関しては変わらないかなと、はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。じゃあこっちの90の方から、はい、はい、こちらが2リッター直四ターボ、はい、馬力の方が300馬力、はい、トルクの方が 40.8 キロ、はい、これに組み合わせるミッションの方が発足オートマということで、はい、意外にこう車体からすると2リッターちっちゃいかなって思うと思うんですけど、実は結構乗るとしっかりパワーあって十分だなって思います。で今回こちらを試乗してみたいと思います、はい、でまあちょっと飛ばす車と か, なんかスペックが争う車ではないと思うんですけど、はい、走りのスペックの方、0-100 7.1秒、マックス191キロということで、まあ、なかなかこの仙台ディフェンダーからするとオンロード性能もかなりついてきてるのかなと、はい、でこれが定番のインジニウムっていう、はい、ランドローバーのエンジンこちらになっております。そして一方こちら、こちらの方がワンテンの方が3リッターディーゼルターボ、はい、マイルドハイブリッド、はい、そして馬力の方が同じく300馬力なんですけど、トルクの方がだいたい 1.5 までいかないんですけど、うん、かなりアップしてて65キロということで、かなりこうトルクが、はい、で車重の方もやっぱりワンテンの方が装備によって違うみたいなんですけど、150キロから190キロぐらい車重が重いということなんで、はい、まあ、それをぐいぐい引っ張っていけるような、はい、あとはボディなんかも、一番大きなトピックとしてラダーから総アルミのモノコックになって、はい、ここがやっぱり皆さんどうなのかなっていうところなんですけど、うん、剛性的にはなんと3倍のねじり剛性を獲得しているということで、はい、まあ、いろんなそのエンジンだけじゃなくてボディなんかも、まあ、より進化したこんな車になっているそうです。まあ、より常用的にもなってるけど、ね、オフロード性能もしっかり伴ってるとですね。そこはランドローバーなんで、そうですね、はい、抜かりないという、うん、こんな感じになっております。続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いてエアサスペンションの動きも見てみたいと思います。これが今アクセスモードで一番低い状態かと思います、はい、じゃあ徐々に上げていきます。早い。これ今標準モードになってる途中ですね。これだいたい握り拳一つぐらいですかね。はい、じゃあ上げます。はいはい、これで一番上がってる状態。握り拳2つまではいかないですけど1個半ぐらい、はい、そしてもうルーフに関しては多分2メートル超えてくるんじゃないかなと、はい、こんな感じのエアサスペンションの動きになっております。じゃあ行きましょう。はい、ちょっと90ね、初体験今回はまあ比較ですけれども、ちょっとワンテンの方はほぼ進行者ということで、はいはい、90の方をちょっと試乗してみたいと思います。ワンテンはアリーナ店ので、うん、去年かな一昨年かな乗らせてもらってます、はい、でかいけどまあまあフルサポートなんで全然大丈夫だねっていう結果だった気がします。
で違いのところで言うと、もちろんその寸法中でもちょっと触れましたけど、はい、435mm の、まあ、長さの違いということで、当然ホイールベースも違いまして、はい、まあ、重量も違いまして、まあ、一番具体的に出てくるところといえば、まあ、最小半径、はい、ワンテンの方が 6.1m、うん、それが90になるとググッと縮まって、なんと 5.3m ということで、おー、 5.3m って多分D セグメント E セグメントぐらいの、もっと狭いのかなぐらいの、都内の取り回しなんかかなり、まあ全然いいと思いますよね、いいんじゃないかなと。で幅も1995なんてギリギリ 2m 超えてないんで、はい、最近メルセデス BM のミドルサイズ SUV なんかも 2m 超えちゃってたりとか、うん、そうですね、 X6 とか、はい、あるんで、まあ、その辺ギリギリ 2m 超えてないっていうのは割といいとこなのかなと。だと、なんか僕の雰囲気的にですけど、出た時ってなんかこんなのディフェンダーじゃなくねっていう空気を少し感じたんですけど最近あんまりない、ないですね。なんかこれがだから受け入れられて、すごい今人気がちょっと爆発してるような印象はありますね。なんかやっぱりしっかり作ってあるから、はい、やっぱりみんな乗ってみてディフェンダーちゃんと作ってあるねっていうのを感じてるところなのかなと。で僕も今回予習してやっぱりちゃんと作ってあるなっていう、うん、今装備的なものがすごく便利になってるのが割とこう目につくところですけど、はい、なんかホームページカタログ見たらなんか120万キロぐらいテストしてるらしいですよ。へー。でしかもそれもなんかもう気温50度のところからマイナス40度、はい、ほうほう。で具体的な場所で言うとドバイの砂漠とかあとニュールとかでも走らせて、はい、もうとにかく車っていうその道具を極めるためにもう走りまくっていろんなところでテストして大丈夫っていうのを確認してると。ニュールってでサーキットですよね。そうです。じゃあオンロードもやっぱりそういう、まあ、タイム出す車じゃないですけど、要はその剛性とか、はいはいはい、多分そのステアリングフィールが大丈夫かとか、まあ、ブレーキが大丈夫かとか、多分そういうことだと思うんですけど、まあ、その辺でもしっかりテストしてるらしいです。すごいですね。あとちなみに高地テストなんかも当然してて、標高高いところなんかとか、あとモンスーンシミュレーションっていってなんか8500リットルぐらい水ぶっかけて車壊れないかとかのテストもしてるっていう。なるほど。で割とこうスタイリングだけ SUV の車もなんか最近増えてきて、はい、で特になんか最近こうオフロード色が強い四駆がまたなんか増えてきてない？ああ、まあそうですね、はい。なんかこうラグジュアリー SUV みたいなのがこう割と台頭してきたかなと思ったら、最近本当にジムニーなんかもそうだし、はい、ランクルとか、あとジープ、あとはアメリカなんかだとブロンコが最近売れてたりだとか、うん、ちょっとオフロード色の強い、もう本当に言ったらゴリゴリの SUV みたいなのかもこう人気が出てきてるんで、まあ、そこでやっぱり中途半端なものを出さない、うんうん、でランドローバーの一番オフロードな車じゃないですか。そうですね。だそこの気合はやっぱり入ってんだなと、あ、ちょっと強く感じました。そして本来だったらちょっと荒川をちょっと渡るぐらいの強行に出てほしかったんですけど残念ながらちょっとそれはできないということで、はいはい、ちょっと都内でのレビューになりますけども、助手席乗った感じはそんなにワンテンよりこのもちろん後ろの話なんで、はい、あんまりこう極端な違いは、うん、まあインパネとか全部一緒ですしね、うん、あと一人一充電はだいぶいいなと思った。そうですね。あとはちょっとしたこういうところに物を置けるとかっていうのも、僕もあぐら抜けちゃってるか、でもグリップ的な、はいはいはい、うん、あととにかくすっごいしっかりしてんのよ。確かにラーとかもそうだ。なんかそうですね。いや本当に車によってはさ、スイッチ押すとさ一緒にこう天井をベコってへこむようなこのこうちょっとあるじゃない、はい、全然ない。うん、だ質感で言ったら、まあ、1000万円だったらもうちょっとこう、ね、まあレンジローバーがありますもんね。そこじゃないんだよね、うん、だちょっと高級感求める方は他のレンジのモデルに行っていただいて、はい、もう本当に道具としてガンガン使い倒す方はこっち、はい、お金の比率で言ったらそっち走りの方に振ってるわけだから、うん、そして乗り心地いい。そうですね。速い。え、速い速い速い。おお、全然いいっす、ね、速い全然いいですよ。ガソリン2リッター全然十分っていうか速い、うん、今全然なんていうんですか、そんなに踏み込んだわけでもなくハーフぐらいで。ちなみにモードは今、はい、標準のモードコンフォートですね、はい、うん、あとでも基本オフロードって感じですね、うん、
泥とか砂とかわだちとか、うん、そういうレンジだとあのダイナミックとかあるじゃないですか、うん、基本的に本当にオフロード、全部どこまで行ってもオフロードっていう設計みたいです。ただ快適装備 の、 そのステアリングヒーターもそうだし、はい、そうですね、はい、その辺なんかもしっかりついてると。え、これいいね本当に。いいですね。特に最近キャンプとかオフロード、はい、ちょっとアウトドアブームじゃない、うん、この辺乗ってて、でそこまで振り切れちゃうと都内の使い勝手、まあ、前にもちょっとらしいこと恥じてますけどちょっとこう浮いちゃったりとか、はい、何かを犠牲にしたりとかって出てくるじゃないですか、うん、はい、それがなく両方使いこなせるっていうのはめちゃくちゃいいなって。最近あれですよね、都内でも本当に見る機会、まあ、本当にゲレンデもそうですけどもディフェンダーもすごい多いですよね、人気の。中古車市場でも高騰までいかないけど値段が下がらない。うん、そうですね、まあ、滞ってんのもあるんだろうけど人気がすごい。でも正直な話、これもそうですしワンテンもそうですけど、あの極端にやっぱ年式がまだ新しい距離薄の個体はやっぱプレネですよね。ああそうなんだ、うん、まあ、言っても納車までに時間かかったりとか、ね、そうですね。じゃそれが即納ってなってくるとやっぱり欲しいっていう方は、はい、だいぶいいんじゃないの今回。じゃあ、いや、いいと思います。真っ黒黒でもボンド的にはダメだけどいじんなくていいし、はい、あのショップのフロント流せな仕様になってますけど、でレーダーもついてて、はい、ドラレコもついてて真っ黒黒で、うん、ちょっとでも触りたいです。そうですね、ゴツゴツのタイヤにするとか、はい、ホイールを違うのにするとか、うん、個人的にはあの一番ベースグレードの白い、さっきも言ったけど、はい、白いホイール履きたいなっていう。おしゃれですよね。それおしゃれおしゃれ、全部黒なのに足元そこ白かいみたいな。そう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 。いやいいよこれ、ちょっとびっくりした。ステアリングやっぱ大きいっすね。でもね、うん、なんか最近こういう大きいステアリングの車乗ってなかったんですけど、でもやっぱその方がなんていうんですか、取り回しやすいんですかね。本当になんかね、出足もスムーズだし乗り心地もいいし、仙台は1回だけあのトラックになってるやつ乗せてもらったことあるのね、はい、同じ車じゃないの。あ、延長線上にいないねオンロードに関しては。なるほど、全然じゃあ進化してますよね。そうすると仙台のなんかね、スターテックだっけあれ、はい、うーん、60 68か、はいはいはい、ブラバスの姉妹ブランドのコンプリートか、うん、トラックになってるやつ、はい、あれはもうなんかワンワンワンみたいなあれはあれでめちゃくちゃ楽しいけど、ね、うん、マニュアルでだ、そこからはかけ離れてるけど、これだけ快適だったらやっぱりいいよね。そうですね、いや本当に失礼な言い方ですけど、仙台にこんなに快適なこう印象、うん、フィーリングって得られなかったっすよね。だ、仙台と同じ流れを期待してた人はがっかりなんだろうね、うん、そうですね、確かに。そうじゃない人がやっぱりいいじゃんって、こう、うん、あとはそのメカ的な進化がやっぱりすごい。エアサスもそうだし、はい、なんかそのエアサスの制御も毎秒5000回ぐらいなんか車のその情報を読み取って、まあ、最適化するっていう、その辺なんかもついてるという。ちょっとこれ曲がったら開けるんで、池田君の恒例の全開を2速じゃないや、2リッターの加速ですね、うん、あ、そう、アダプティブダイナミックス、毎秒5000回の車の動きをモニタリングして、まあ、サスペンションだったりとか、全部フィードバックするような機能もしっかりついてる。いやだから本当にナインティー買いかなと思って。ナインティーですよね。でも探しても今日現在確かこのブラックエディション、ダブルブラックエディションのナインティーはうち1台です。あ、なるほど、はい。そして今ならワンテンと見比べることもできるという、はいはい、でも見比べてどっちにしようかなって言ってもあんまりなそうだけど根本的サイズ違いますもんね。使用用途も異なるでしょうし、そうね。でもワンテンはうちの駐車場は止められないです、でかすぎて。あ、アメ車とまではいかないけど、はい、いわゆるフルサイズに近くなってきちゃうから、うん、ちょっとあれですね、やっぱり後席のそのパネルもあるので視認性が良くないですね。でも正直レビューしちゃうと
おお。あ、全然全然十分ですね。うん、物足りない感じはない。まあこれだったら大人4人乗っても、そうだね、はい、まあもたつく感じとかはないと思いますね。まあもちろんゆとりのパワーに越したことはないし、はい、あのうなってはいるけど全然十分な、おっせえなって感じは全然ない。はい、で車の機能的にもなんかそのルーフもめちゃくちゃ荷物詰めて、うん、あのルーフがテントになるやつあるじゃん。ああ、はい、あんなももちろん乗せられて、まあ、積載その容量的には300キロまで行けるという。おお、すごいですね。で積んで走れるのは80キロまでっていう、うん、それワンテンだと100キロちょっとまでかな、行けるのかな。あ、じゃあ本当にそういう使い方。80キロ、うん、詰めるとなるともうルーフにラック乗せてもう荷物ガンガン行ってそうですよね、コストコまで行けますみたいなキャンプ行けますみたいな。そうですね。だもしかしたら9ってだいぶいいのかもしれない、うんうんうん、日常使いにあのでかいトランクいらないよとか。ああ、まあそうですね、駐車環境的にこう止められないよとか、うん、ちっちゃいのがいいよっていう方は車内空間はもう何も文句のつけようがないですよ ね、十分なんで。いろいろいろ、だって運転席と結構距離感じるもん、なんか、うん、全然適切な表現か分かんないですけど、うん、ちょっと一瞬ちょっとハイエース感を感じました。ここの幅とこの水平基調のデカアームレストとね、はい、全然違うんですけど、なんだろうね、同じ幅2メーターの車よりこのドアが薄いからか運転席とちょっと距離を感じます。はい、あとこの辺がちょっとシンプルだからか、そうこの辺の空間をすごく感じます。はい、だから逆に言うと本当に水平基調のダッシュボードが分かるはい、ちょっとハイエース感も一瞬です、うん、全然違うんですけど、視線も高いしね。そう運転席から見たらちょうどここにこう入り込む感じがちょっとそうなんですよ。でもミラーもいいですね、あの縦長で大きくて視認性良くて、うんうんうん、ブラインドスポットもついてるんで。だこれももちろんそのデザインもあるんだろうけど、はい、その使い勝手がすごく優先されてんだろうなっていうのを感じます、うん、すごい視認性いいですよ。そしてブラインドももちろんその安全装備関係もほぼフルフル、はい、自動ブレーキレーンキープももちろんついてるし、はい、だ仙台から言ったら何言ってんですかっていう装備レーンキープもついてて、あとはそのドライバー その疲労なんかも見てる、はい、ドライバーコンディションモニター、はい、だメーターのところで見てるのかな。そうですね、結構ねこのカメラで撮るとピコピコピコって光ってたりするんですけど、まあ、その辺なんかもついてたりとか、あとはまあ トラフィックサイン、はい、看板読むやつ、はい、ついてて、あとそのブラインドに関しても停車中とかリバース中のやつも全部ついてるということ。あ、そうなんですね。だからこのドアのやつ、これがそうですね、これが。あー、なるほど。いや、止まってる時に後ろから車来てたりして、はいはいはい、ドア開けると危ねってなるやつを、そうですね、それが一応2ドアでも全部ついてると。ワンテンだとドア4枚全部ついてると。なるほど。あとバックしてる最中にその横切ったりする車、はい、はい、その辺なんかの、サポートなんかも全部ついてるということで、十分すぎる装備ですね。いやいや、いいよこれ。これ多分解像度がいい。いい。でメーターも一緒なんですよね。液晶の解像度がいいから視認性がすごく良くて。あれ、しかもこれ走行結構スピード出しても切れないんじゃん。あ、そうですね。あ、40キロまで使えるんだ。うん。今いや、レンジさ、ちょっとあの年式によっては解像度がさ、はい、うんっていうのあるじゃん。うん。レンジローバー、そうですね、だその辺からするとだいぶいい、はい、普通にあのタブレットと変わらない、はい、うん、だいぶいい、ね、40キロ超えても使えるんだ。使えるは使える。推奨しませんって出てくるだけなんだ多分。おそらくこの映像を見ちゃうと、あー、はい、なるほどね、人間が錯覚しちゃったりとかあると思うので。でも最近のって本当に何だっけな、この間乗せてもらったウルスかなんかは10キロとか20キロでもすっきりじゃんだよね。ああ、そう。いや、乗り心地もいい。いや、この視点の高さとね、なんかこの乗り心地の良さはびっくりした。いいですね。やっぱシートも乗ると分かるんですけど、いいですねやっぱり。あとやっぱりただ この動きは、はい、90の方がある気がする。はい、ホイールベースが短いからか、ピッチングっていうんだっけ。そうですね、なんかちょっとこう縦方向ですね、うん、直進安定性は、まあ、そう思って乗ってるからか、うんうん、ワンテンの方がいい気がする。ただ都内ってそんなにスピード出す機会もないし、うん、じゃあそれがこうなんていうの、複
不快になるとか乗りづらいかっていうと全然、そうですね、全然気配入んない。あのもっと求める人はもっとあの極端な車あるんで、そうですね、確かにそういうのに言っていただいて、いやー全部制覇してみたいですね。いいね、行ってみたいよね。だからちょっと行ってみたいですよね。舗装というか人の手が入ってないところまでこれで乗ってってみたりとか、うん、水中走行検知ってあるんですね。だって冠水しても走っていけるよこれ。あ、これそう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 、これ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 、へえ、85センチまで か、うんうん、だかほぼタイヤのとこまではいけちゃうと。はあ、これドア水入ってこないのかねこれで。でもあのスカートよりも覆いかぶされるドアがあるから大丈夫です。ああそっか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 、こんなの。おお、小回り利く。確かに。え、これめっちゃ小回り利くね。利きますね。なんか車のこう視界に入ってくる車の大きさと動きにギャップがすごいです、うんうんうん、あと割と前もこう見やすい、カクカクってなってるし、はい、あのジープのラングラーのソフトトップのルビコン、うん、あの東京店結構扱うことあって、それもショートボディなんですけど、またちょっと違う感覚ですね、うんうん、小回り効くのは一緒なんですけど、車内空間がディフェンダーの方が広いので、うん、あれってフェンダーがこう出てるだけだからね。そうなんですよ。だからなんか大きい車にすごい乗ってるっていう感覚を人間が覚えてるんですけど、でも車がそれ以上に小回り効くような動きをするので、キャビンは一回りちっちゃいからね。そうですね、はい、その点ディフェンダーはこれフルフルまでボディサイズを使ってる感じがします、はい、そこも絶対曲がれますね。確かにハザードここ分かりづらいね。 この辺にしてほしかった、うん、ちょっとそうちっちゃいし、じゃあこの90度以上に曲がるここ、これ絶対曲がれると思います。めっちゃ小回り利くよこの車。びっくりするぐらい小回り利く、はい、幅1990ある車とは思えないですね。あ、そう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 、レンジと一緒、このステアリングのこのヌルヌル感というか、うん、ランドローバー独特だよねこのステアリングフィール。そうですね、軽いよねステアリング。けどね、なんか不安になっちゃう感じしない、レンジよりちゃんと回しごたえはある。あーでもね、確かにわかる、なんかこのねプラスチッキーな感じと水平のダッシュボードで、はい、本当に道具、うん、そうですね、この振れ幅すごいな。フロントガラスもさ、すごい立ってるしさ、 あとこのフロントガラスあれなんだね、熱線入ってる、はい、入ってます、しましまのやつだね、はい、見えるか、見えるか、これ一回見えちゃうとダメなやつだ。そう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 、一回見えちゃうと見えちゃうやつだ。そうですね、見えないと見えないんだけどね、もうランドローバー特有ですよね。そう、助手席乗ってる時は全然見えなかった。運転席乗ったらもう思いっきり見えちゃうの、これ一回見えちゃうとな。最近多いよねこのガラス、ね、多いですね。ほんとめちゃめちゃ小回り利く。でね、これなんだろうな、ホイールベースが短くて小回り利くだけですっごい探検してる感がある。やっぱ独特なフィーリングですよねこの感じ。そうだね、あ、やっぱりね車のこの動きはね感じる、ワンテンより全然感じる。でもね全然乗り心地もいいし、いいよ。そしてめっちゃあったかくなるステアリングヒーター、はいはい、今日も暑いですけど一応確認します。レンジ早いよね。早いです。でも面白いですね、この間にモニターがある感じというか後ろ空間が。確かにどうなってんのっていう。でもなんか本当に物をガンガン置いて使いたいな、うん、本当にだから日常使い。そうだね、いけるやつですよね。あ、あのね、出足もめっちゃマイルド。あのよく非力な車にある回転が上がってちょっとトルクが出てこないと車が前に進まない感覚、はい、ない。ちゃんと引っ張ってくれますよね、グーッと、うん、まあ、ミッションが頭いいのか分かんないけど、あれ9速でしたっけ、8速オート。最近本当に 1000cc とか多いからさ、あの燃費良くていいんだけど出足がさ、はい、ちょっとこう回転上がってから車出てっていうワンテンポあるじゃない、はい、安いやつだとそんな感じはない、2リッターでも。このちょっと姿勢の高さいいな。
当に運転しやすいですよね。ちょっと車高上げていい？はい。これ車高もなんか上げると勝手に下がっちゃうんだよね、スピード出すと。あ、今は大丈夫そうですね。オフロードも800m。黙ってもらいました。でこの辺で車両で警告表示、あとはメディア、インフォメーション、ブルートゥースラジオ、はい、カープレイもついてれば、はい、いいね。いいですね。では、はい、はや、全然十分、全然十分だったけど、ね、この動きがすごい。フロントがめっちゃリフトする。ブレーキ踏むとすっごいノーズダイブする。船みたいです、ね、こんなん。なんかジェットボートっていうか。そうだね。でも普通これだけノーズダイブしたらちょっとブレーキ不安かなって思っちゃうけど、ブレーキのフィーリングも悪くない、ね。はい。ブレーキはそうですね、剛性感ある感じしますよね。あのそう、車高上がってるからなおさらじゃないですか。ああ、そうだね、今車高上がってるからね。グイーンつって超見晴らしい。でも車高下がんなかったですね。下がんなかったね。多分もうちょっと出すとかな、まあ、標準モードで。ああ、でも標準モードでもやっぱりフロントの浮く感じとブレーキ踏んでダイブする感じは割とある。でまたフロントタイヤのこのなんだろう、接地感っていうか、こう回してる感はそんなにこうめちゃくちゃこうフィードバックがある感じじゃないけど、ちゃんとこう今タイヤがどうなってるのかなっていうのはつかみやすい気がする。パワーステのアシストが結構いいですよね、利口というか。あ、そうかもしれない。最初がこう柔らかくて、こう回していくとちょっとこう切り応えがある感じ。あのスポーツカーみたいにもうタイヤのなんか向きまでこうすごい分かる感じじゃないけど。そうですね。で ACC もついてて、はい、言うことないじゃんもう。いや本当に忙しいですね。だってこれだけ後ろ広かったら家族で使えちゃうよ全然。あ、そしてランバーサポートもすごい、割とこういける。今一番深く、これシートヒーターってとこついてる。シートヒーターはこれダイヤル押すとこれ回す。あ、そういうことか。そうです。ベンチレーションはないんですか。ないんですよ。レンジとかだったらあるんですけど、なかったらこの青消してほしいの。そうですね。でもレンジ、ランドローバーのシートヒーターめっちゃ速いんだよね。速いですね。でもステアリングヒーターはそんなでもないな。エアコンの風が当たってるからかな。ああ、エアコンも今結構効いちゃってますからね。今オンにしてるけど、そんなにレンジとかすっごいスタイリングほかほかになるけど。ああ、ほのかに。じゃあサウナ仕様です。シートヒーター入れました、はい、入れましょう。機器のチェックを。ああ、やっぱりね、このあれ効いてるよ、このフェンダーっていうかボンネットのこのしましま、すんごい車幅感覚分かりやすい。あ、見切りも良くて、もしかしたらゲレンデとかあのジープみたいなフェンダーバインって出てる車より乗りやすいかもしれない。うん、シートヒーター熱っ。熱いっすねこれ。俺も今熱っ。効きが早くて。ですね、シートヒーターはめちゃ効きます。はい、すげえ熱いっすね。びっくりするぐらい効いた。これはちょっと乗ったら欲しくなるかもね。うん、と思います。やっぱでも最近この人気な理由がもうよくわかりますよね。本当使い勝手もいいですし、乗り心地も良くて乗れちゃう。いや、もっとだからオフロードな感じを求めたい人は、うん、池田君と前乗った FJ クルーザーじゃないけど、はいはいはい、ああいうのとか、うん、あとはジープのその2ドアのやつ、はい、ああいうのとか。そうですね。これなんかちゃんとオンロードとオフロードが、オフロード寄りでなんか両立できてる感じ。うん、ただ見
た目がもうやっぱインパクトあるんで、都内走っててもすごくあれですよね、なんか変に浮く感じはなく、うんうんうん、ちゃんと馴染んで、確かに注目度もありますよね。また真っ黒のディフェンダーっていかついでしょうね。ダブルOってもちろんそういうことでしょう。はい、例の、はい、でもどっちかっていうと悪者なんだね、やっぱり正義の方じゃないんだよな。まあ、でも車のイメージ的にはいいんじゃないですか。そうだね、ああいうちょっと沼地とかさ、うん、なんだっけ一番新しいやつでプラドかなんか追いかけますんだっけ。僕見てないんですよ。あ、そっか、ごめんね、ネタバレしちゃって全然大丈夫ですねなんか砂利んとことか沼地とか爆走するシーンがあるんだけど、へー、めっちゃかっこいいんだな。いや、かっこいいっすよね、ブラインドスポット。いや、都内のこの決して広くない道もあのシャーバー感覚つかみやすいのと、うん、多分全然狭い道行っても行けちゃいますよね。あと本当にさっきも言ったけど適度な接地感があるんでふわふわして怖いっていうのがあまりない、うん、これただびっくりなのが、僕あのそのジープのソフトトップショートボディもう何台も販売してるんですけど、あの直進安定性は正直全然ディフェンダーの方がいいんですよ。同じこうショートボディのタイプ、うんうん、まあ、ラングラーもやっぱアンリミテッド、うんうん、とショートであるじゃないですか、うん、ショートはやっぱ直進結構ハンドルこう修正打を当てるような感じあるんですけど、あ、まあ、それがやっぱオフロードらしくてすごくいいんですけど、うんうん、昔のゲレンデとか昔のディフェンダーみたいな、はい、ただもうこれに関してはほぼそれないですよね。ないね、うん、本当にスーッて走れるんで、それが逆にまあいい部分でもあるかなっていう。いやだから全然初めての人でも入れると思うここは、うん、ちょっと初めてオフロードを SUV 買うんですっていう人に仙台ディフェンダーは勧められないけど癖強すぎですね、うん、なんてものを勧めてんだって言われちゃうけどこれだったら本当に全然、はい、むしろオンロード寄りの SUV 乗ってる人がちょっと違うの欲しいなって言って、うん、ここでも全然いけると思うですよね。装備もそうだし、これは乗りやすい。正直ちょっとワンテンよりナインティかなって個人的には思っちゃうぐらい。でもこの辺り、まあ、ラングラーもそうですけど、やっぱこういうオフロード車でやっぱこうショートと、まあ、5ドアとあるモデルってやっぱもうショートはショート探してる方多いですよね。本当にゲレンデもね、ラングラーもね。だ今回比較取ってますけど、結局ナインティとワンテンで迷う方はもしかしたら少ないかもしれないですね。でもね、ショートで本来犠牲にされてたもんが犠牲になってないんだよね確かに、それは確かにありますね。そう、後ろめっちゃ広いのよ。これはもう全然びっくり。いや荷物積めないじゃんってなるけど、でも満タンまで積むのってそんなにないじゃない。そうですね。うちもたまに家族でキャンプっていうかその、まあ、バーベキューというかキャンプ行ったりして、まあ、普通の乗用車にもうしこたま荷物積んだりするとそれって年に数えるぐらいしかないんで、はい、そういう時はまあこの車だったら、うん、例えばその積載アップできるようなものをつけてもいろいろあるし、うん、オプションも確かにいろいろこうそういう後からできますよね、うん、乗せてもいいし引っ張ってもいいし、うん、さすがに純正でウインチがある車も最近ないよ確かにそうですねだってしかもカタログで真面目にウインチでこんな使い方もできますってカタログで歌ってんだよ、うん、そうですね。今時本当にどうかしてるぜって感じ、うん、前もちょろっと言ったかもしれないですけど、ランドローバーの、まあ、ディーラー、うん、で今確か柏かなオフロードコース作ってあったりする。結構やっぱオフロードをこう全面的に、あ、そうなんだ、フロー性能を押し出してるのもあるかもしれないですね。ディーラーのショールームの真横にフロードコースがあるみたいです、うん、アフターだと結構ね人気もあったりするけど、うん、やっぱりそれがディーラー単位とかメーカー単位でこう、うん、今こう強く押してるメーカーっていうのはあんまりない、うん、そんな中でそれができるっていうのはやっぱり海外のその需要といいね。あれアメリカディフェンダーいっぱい走ってたんだよね。
へえ、あ、そうだったんですか。そう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 。アメリカね、なんかこのぐらいのなんかショートボディの需要があるのか、まあ、層があるのか、ブロンコもそうだし、うん、あのジープのその短いあのツーダーのやつもそうだし、多いんだよね。あ、まあ、そこはもうね、あのトラックと SUV 文化だから。この方のディフェンダーが走ってたんですよね。そう。あ、いいな、欲しいです。いいですよね、うん、じゃあ最後になりますけども、はい、池田君いかがでしたでしょうか。いや、僕はでもディフェンダー、まあ、東京って全体ですけどずっと仕入れしたいなって思ってた車両で、実際こう目の当たりにするともう仙台と比べるとまたちょっとキャラクター違うんですけども、ただ常用的にこれだけなってオフロード性能も兼ねてて、で見た目もね、このいかついフロントマスクかっこよくて、もうぜひ欲しいなって思いますね。個人的に欲しくなりますよね。なります、なります、はい。あと僕今回この90の楽しさ、うん、びっくりしました。いいですよね。めちゃくちゃいい車だなと思って、ショートでちょっとこう乗りにくいのかなと思いつつも安定性も抜群で、はい、で中の居住性も意外にあって、はい、あとこのホイールベースの短い、はい、この楽しいちょっと運転して冒険してるような感じ、はい、これちょっとこっちの方が強いのかなと、うんうん、で僕あの家庭があの4人家族なんで、はい、もう全然4人家族でも行けちゃうなと今回確認したんで、ありがとうございます。僕のおすすめはこっち。ありがとうございます。変、はい、えません。、はい、というわけで今回はランドローバーディフェンダーの90と110の比較をお届けいたしました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。